サードステージは第3エリアがリニューアル、ボディバイクが新設された。かつてのサードステージの名物エリア、アームバイクがパワーアップして蘇った。腕の力のみでペダルを漕いで前に進んでいく。というわけで、サスケの新エリアを勝手に想像してみました。サードステージの新エリア、ボディバイクです。かつてのサードステージのエリア、ボディクロップとアームバイクを合体させたようなエリアです。挑戦者は、ボディクロップの要領で体を突っ張らせて全身を支えます。手の置き場は、自転車のペダルのような形状になっていて、回転させることで前に進んでいきます。足場は完全に固定、もしくはプラネットブリッジのように前後に連動します。腕の筋肉だけでなく、腹筋や背筋、胸の筋肉にも負荷をかけるエリアです。クリフハンガーやバーティカルリミットのような握力でぶら下がるエリアとは異なる部位の筋肉を使うため、サードが得意な有力選手も足元を救われるかもしれません。また、テクニックを要するエリアになるため、スイスイ進んでいく選手となかなか進めない選手に分かれると思います。選手によって得手不得手が出るのも、挑戦者を特徴づける要因になって番組を盛り上げます。かつてジャンプハングの片足跳びが白鳥文平の代名詞になったように、高速でボディバイクを攻略する選手がいると競技にメリハリが出るのではないでしょうか。以上、サスケの新エリア、ボディバイクでした。ご視聴ありがとうございます。